はいどうも皆さんこんにちは、ファミツアップ編集部の岩田寿郎です。そしてファミツアップの中目黒目黒です。はい、ファミツアップバーサラ佐藤です。はい、そして今日はゲストがお越しいただいております。はい、はい、ファミツアップで初めましてになるんですがバンダイナムコエンターテインメントから来ましたゴッドイーターシリーズのプロデューサーをやっております富澤という、申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スマホのユーザーにはちょっと馴染みがないかもしれませんけど、うん、はい、家庭用ゲームの中ではもう相当な有名な方ですよね。新しい、まあ、このゴッドイーターオンライン今日は、はい、一緒にご紹介できればと思ってまいりました。はい、というわけで今日はですね富澤さんにお越しいただいて、ゴッドイーターオンラインを、紹介していきたいと思います。はい、がっつりと。まずはですね、簡単にゴッドイーターオンラインの特徴というか、まずはゴッドイーターシリーズっていうのは、ドラマチック討伐アクションっていう、ジャンルになってまして、いわゆるあのハンティングタイプの、アクションをベースにしながら、個性的なキャラクター、そして、もう濃厚なストーリー、これがしっかり楽しめる、あとアクションは非常に爽快感。そうですよね。ここがあのやはり一つブランドのポイントになってまして、今回のゴッドイーターオンラインはそれらの要素をもうそのままスマホに詰め込んじゃおうっていうめちゃくちゃをやった上で MMO っていう新たな、そうなんですよね、 MMO だよ。もうね、とんがってるんですかなり。何人でしたっけ。最大100人ぐらいの規模ですよ。荒神たちの、まあ、敵も群れですよね。わら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 プレイヤーがいてってことですよね。敵の荒神もわらわらとかすんごいでっかいのとか、それも同じ MMO 空間でガチのアクションやっちゃおうというですね、非常に挑戦的なタイトルに、まだかつてないですよね、スマホで。ないですね。それでは早速じゃあゲームの方を見ていきましょうか。はい、見ちゃおう。さあ行きましょう。はい、準備できましたね。行きましょう。ここですか。はい、ここ、はい、今ほのぐれの市街って出てるところ、ここから入り口になりますので出撃するんですが、今回4人で、今までのこと言ってもやっぱり4人プレイが基本なんですが、まあおなじみのスタイルでできるのが今回このゴッドイーターオンラインにおけるオーダーっていうシステムですね。オーダー、ではいろんな討伐ミッションが、課されていて、そこをオーダーを受けていくという、そういうスタイルでの、ゴッドイーターらしい一つミッションになってますが、実はオンラインはこれだけじゃなくて、より MMO で、さっき言ったように100人ぐらいで、とにかく広大なフィールドで好きなだけ狩るようなシステムの、MMO、 あとはストーリーモードですね。キャラクターたちがたくさん出てきて、まあ、ソロで楽しめる、そういった3つのモードがあるんですね。そのうちの今回はオーダーに行きますと、ひとまずということですので、よろしくお願いします。行きましょう、行きましょう。基本はこの左側のバーチャルパッド、左下のものでもう移動していきながら、アクションのパッドが右側にあるの皆さん分かりますかね。あります。それでもガンガン、結構暗い。そう、切って、そしてジャンプやステップも右側にありますので、その時のアクションに合わせて連携をしてください。これでみんな聞かないでください。あ、補食もできてる。そう、もうゴッドイーターはね、こうやって補食をして倒した敵、あるいはもう倒してる途中の敵からもどんどん補食することで、自分を強化することができるんですね。全然みんな聞いてないから補食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 、倒したら忘れずに補食すると、ここで経験値や素材が手に入るという形になります。やっぱベータと違ってちょっといろいろ。そうなんですよ。変わってますよね。あのベータからいろいろ UI の、まあ、あのシンプルさとかですね、分かりやすさも、変化させてますし、それだけじゃなくて、皆さんあのバーチャルパッドの右下あたりにアイテムのこういったスロットが、右下？あ、本当だ。これによってあの回復状とかそういったものもありますので、自分の体力なくなってきたなと思ったら、随時この、アイテム前切り替わってたのにこれ、こういう風になったんですね。そうなんですよ。これはやりやすいですね。分かりやすい場所にちょっと置き直しましたということです。すげえ楽しい。はい、あとはうわ、なんか出てきた。あ、なんか出てきたぞ。これジャンプだ、ジャンプ。切り上げだ、切り上げ。この敵はね、やっぱりジャンプからの切り上げとかをうまく使ってもらって。危ない危ない、当たってね当たってね。ちょっとね、動きがトリッキーだから慣れないとかなかなか大変なんですよ。これロックオンとか。あ、ロックオンもあります。おお、基本的に中央の敵をタップすると、その敵にロックオンがガチンとかかる形になりますので、こういうすごく動く敵に対してはね、どんどんとロックオンしながら戦っていくと楽ですね。捕食ってあれ どうやってやるんですか。捕食はですね、あのアクションのボタンの上の方、これだ、これを長押ししていくと、ため状態を離すと捕食が発動します。捕食大事ですもんね。それだけじゃなくて、ちょっと高等テクニックですが、他のアクションボタンを押しちょんと押した後、さっきのこの
強攻撃ボタンを長押しするっていうチョングっていうチョングするとチョンコンボ捕食っていう本当だ本当捕食ちょっと慣れるまで大変かもしれないですけどできたできたこれやるとねどんどんこう戦いながらバシバシ捕食ができるやべやべやべほっといたらですね銃と剣が即座に切り替えられる、はい、あ終わっちゃったまあそういうこともありますね切り替えてまあこうバンバン打ちながらただ打つとですねこの緑色のゲージがなくなっていくのでそれはあの、うんうん、今回ドッテイタオンラインでは自動回復、していったりします、はい、切ったり自動回復ということで、こう銃のリソースを貯めながら、はいはい、剣と銃をこうどんどんこの右上のタップで切り替えていきましょうと、うん、こんな感じで報酬が報酬が言われましたね基本的にはいろいろ換金できる素材だったり、はい、あの自分たちが使っている人気というこの武器を強化するための素材がたくさん手に入っていくのでまあ、これらをどんどん集めて自己強化していきましょうというゲームになってます、はい、で今のオーダーだといわゆるその素材が決まっているので、はい、どんな陣地を作りたいか、うんうんうん、どんな素材が欲しいかにきっちりこう答えてくれる、はい、そういうタイプの、まあ、ミッションになってますが、はい、MMO に行くともうとにかくいろんな荒紙がバンバン出てくるので、はい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 、そこでは今度は、ね、経験値を貯めていこうという、はいはい、そういうシステムになってますね皆さんあの実は今レベル10とかにも左上になってると思うんですが、はいはいはい、あのこのゲームでは今までのホットイタにはなかった、はい、自分自身のレベルっていうものを上げることもできるんです、はい、へえ、それによってステータスとかも若干上がったりとか、はい、簡単にちょっとステータスご紹介しますけど、はい、メニューからステータスっていうところを選ぶと、うんうん、あのステータス強化画面がありますね、うんうん、でステータスがたくさんいろんなものがあるんですが、はい、強化を選ぶと、はい、今ここにですね、もうすでに捨て振りがたくさんできるパーソナルアビリティポイント PAP っていう、はい、PAP PAP を使って、はい、どんどんとまず力とかこんなに 力全振りっしょ、はい、このね力と体力全振りが僕のスタイルですよね、はい、ガンガン振っていく多分ね皆さんも多分、はいはい、あの PAP が溜まってると思うんでそれぞれのスタイルちょっと振ってみましょうか力19ですよこれ、はい、でも知力は好きだから知力もそう知力は何ですかねトラップですトラップトラップいわゆる荒紙に対して罠を仕掛けるとき、はいはい機能効率だったりです、はい、あそういうのがそういったものにも、はいまあ、なのでここにはまあ見えていないさまざまな能力値にステータスが影響するという自分のステータスと、はい、さらにもう一個隣のですね、はい、ファクターっていう部分がメニューに、はいあると思うんですけど、はいはい、ここからはですねアビスドライブアビスギアといういわゆる必殺技系ですね、はいはい、これをですね同じように、レベルアップのたびにファクターポイントというのが手に入りますのでそこからですね、はい、どんどんと育てていく習得していくというステップもあるのでいわゆるスキルをどんどんと、解放していくような、はいはいはい、それで成長させていく、まあ、こんな流れもある本当近接に特化していくとかそういうことができるそうですね要は自分の好きな刀身が、はいまあ、たくさんの種類あります、ねはい、そこにあった必殺技を選んでどんどんレベルアップをさせていくと、当然アクションが変わってくるので、はいはいはい、自分なりのアクションスタイルというものがこのアビスドライブで作れますし、はいはいその隣にあるアビスギアっていうのはいわゆるまあパッシブスキルだったり、はいはい、全体的に効果を与えることができるあそういったスキルも同じようにまあ手に入ると、はいはい、この辺はもう今までのゴッドイタにもない要素だったりするので、はい既存のユーザーの方にもどんどん楽しんでもらいたいと思ってますね、はいはい、じゃあ早速もう一戦ぐらいいきましょうか、はい、あの皆さん人気の種類を装備から変えられますんでさっきは皆さん同じ超等型でしたからね、はいはい、次の敵はですねどうも破砕が効くって言ってたのでハンマーか、はい体験型やつが効きがいいであろうかっこいい体験ということですので背負ってみてください、はいはい、クワドリガってこれもシリーズでおなじみの荒紙ではあるんですが、はいオンラインでは初めてということなので、はいうん、ここに挑んでみましょう、はい、ミサイル出してきたら結構大変なやばいやばいやばい、はいはい、まずはちょっと動きを見て盾も使うような形で、はいはい、盾を持ってってみてください、はい、じゃあ早速いきますよ、はいはい、しかもこれあれなんですね1ミッションごとに HP って回復しないんですねあよく気づきましたねやばいだよ先ほどお話した通りアイテムで回復は、はいできますが、はいはい、ですね生きてる荒紙を捕食することでバースト状態になると、はい、それによっても回復をするというシステムになってるのでる積極的に戦っていくことで捕食したと思ったらやられたよいしょそう死んだ荒紙からは死んだ荒紙からは素材生きてるうちやなやられましたやられましたすいませんやられてるやられてるやられてるあ踏みに行こう踏みに行こうこのゴッドイターではですねやられた相手にやられてますねリンク移動してあげることで長押しすればするほどあーやばい俺が死ぬからあーやばいやばいやばいあらほっとやられましたやられましたやられましたよいしょ助けようおおすごいよいしょ結構かかるあーやばいやばい今度は誰皆さんわざと死ぬんですかどんどんやばいどんどんやばいどんどんやばい
はい、ハマってるこれ。一人何回でも大丈夫なんですか。そうなんです。これはもう長押しすれば大丈夫なので、はいはいね、でリンクエイドしていくと絆ポイントにもちょっと影響があったりですね。はい、あの友達同士ちゃんと回復し合いながらやっていくことで、なので強い、いわゆる宿屋に戻って回復とかじゃなくて、このバトル中でも様々な回復のこう、あの要素がありますので、どんどんこう積極的に戦いながら回復していこうという、はい、それがもっといいな。さっきのあ、やばい、やられちゃった。そして僕がやられるとなんかいろいろこうリタイアするかとかですね、復活とかいろいろ出てますが、リンクエイドしてくれれば大丈夫。一人やれば大丈夫ですね。これ誰もリンクエイドしてくれないと悲しいことになるんですね。はいはいはい、ただ最初ミッション行く前にヒットポイント少なくても、だから別に仲間が助けてくれるから気にしなくていいってこと。あ、誰かが僕です。リンクバーストしてくれた、さすがバサガさん。リンクバーストというですね、敵から捕食して奪った力を仲間に分け与えるっていう要素もあるんですよ。それによってバーストもできるので、さっき言った回復とかそういったものが、もう遠隔でもできちゃうんですね。はい、まあ、そんないろんなアクションに紐づいたこう捕食からの連携っていうのがこのホットイーターの肝になってまして、ホットイーターオンラインではさらにそれが強化されて、なんでバサザが光ってんの、ピカピカ。それが今バースト状態だから。バースト状態、これやばい、なんか出てくる。あ、そうですね、僕、あ、今切れちゃった。さて、おー、やばい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 、危ない、なんだよ、戦車が当たっていましたけど、まあ戦車がこう、これやべえ、しちゃったような、これ近づけねえよ、これ危ない、危ない、危ない、スタンプ強いので、ジャンプしたらちょっと盾をしっかり展開します、これ、うわー、やべえ、やばい、もうみんな、これもうみんなやばい、やばい、やばい、これ、これちょっとこれ、上級すぎたかな。正面のね、こう、口が開いたりするときにね、弱点が露出したりするんですよ。あー、まんまいにいけない、そんなことやばいじゃない感じ、危ない、危ない、あとね、上のミサイルポットもね、あれか効くんですけど、なかなかジャンプ、あ、危ない、危ない、わー、来たね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 。そう、それ以外のところね、キンキン言っちゃってなかなか効かないんですよね、元が機械。あ、死んだ、あ、ミサイル効いた、やばい、大丈夫ですか。そうそうそう、正面これ効いてますね。助けて、あ、やばい、俺助けて、やれてねえよ、俺助けて。あー、やばい、やばい、うわ、タイミングずれた。いいとこ見せられてないですよね。そのやばい時は長押し全部やらないで、もうちょっとでもこう助けたら、あとは自力でね、こう、完全に近づけなければ何度でも蘇る。そうそうそう、うわ、うわ、マジか。すいません、助けてください、どなたか。どこだ、どこだ。あと50秒。あ、あ、俺、これ超モヤモヤする。いいとこ見せてない、いいとこ見せてない。さあ、補足しましょう。あれ、ゴッドイーデンの醍醐味はここですよ。いや、でも死ね。こんな感じで皆さんとオーダー楽しみ、はい、はい、いかがでしたでしょうか。はい、ちょっと難易度はね、上級に行き過ぎたかなと思いましたけど、楽しかったです。あの、もちろん自分を成長させたり、人気を成長させれば、今のクアドリガなんかもね、ケチョンケチョンにして素材バンバン取ってということで、あの、成長させていけると思うので、はい、これなんか前装備なんか修理する機能ありましたけど、あ、そうなんですよ。実はベータでは、はい、この人機に耐久値ってものがあって、はい、あの、結構バトルしていくとどんどん、あの、削れてっちゃう、はい、壊れちゃうし、お金かかりましたよね、あれも。そうです、あれでお金もかかるし、しょっちゅうやんなきゃいけなくてっていうことでご意見多くてですね、はい、そのシステムは、廃止しました。おー、すごい、すごい、よりこうアクティブに戦えるはずだと思うんで、あとは、そうなんです、あれですよね、ゴッドイーターオンラインのストーリー的なことなんですよ。はい、どうなってるかちょっと気になりますよね、はいはい、ぜひちょっとじゃあそっちを紹介していきましょうか。はい、はい、では新しい舞台の、はいはい、早速ストーリーというものをちょっとご紹介していこうと思うんですが、オープンベータでも一部を楽しんでいただいたんですが、はいはい、その中の、じゃあとあるミッションに行きたいと思いますよ、はい、このようなやつですね、はい、珍しいキャラクターたちがたくさんこうヒマラヤ支部にも集まっておりまして、はいはいはい、まあ、彼ら彼女たちと、まあ、会話を楽しみながら、はい、特定のミッションをクリアしていくということなんですが、今回ですね、うわっ、もしかして、はい、フルですか。はい、ストーリーミッションはフルボイスで、おー、わー、すげー。多分オープンベータでは出てきてなかったキャラクターもしれっとね、いますけれども、北入りさんのキャラクター、はいはいはい、このリュウ君っていうのは新しい、うん、キャラクターですね。この二人はね、仲が悪いんですよ、はい、でこの五道さんっていうのが、はい、いわゆる隊長ですね、はい、ここでの舞台の隊長役になってますが、はい、この二人のね、喧嘩を全然仲裁しないんですよ。ほっとくんすか。ほっとくんすよね、はい、はい、ということで出撃、まあ、こんな形であのストーリーが収まりながら、はいはい、ミッションがスタートしていくと。これなんか見たことない何かが出そうな雰囲気のこと言ってましたね、今 ね。そうなんですよ、新しいチェルノボグっていうなんか新しい荒神うんたらかんたら言ってましたけど、はいはいはい、あ、すごい、ということで、あ、そしてね、仲間たち、あ、仲間がいるで、いますね、全員いるんだ、ゲー豪華な武器もどんどんかっけー、回復器くれてる。さあ、
なんだこれ、気づいてないんで。しかもこれちょっとヤドカリ、ストーリーミッションは5分とかなんですね。あ、そうなんですよ、ストーリーミッションは非常に短いので。あー、そうなんですね。おお、ガンガン助けてくれる。やべえ。でこうね、僕もこれちょっとほぼ初見なんですから、はい、あ、でもそういう、カマがちょっと危ない感じの荒髪ですね。てか仲間強くね、これ。ね、やっと仲間かなりゴリゴリ。おお、ダウンだ。ダウンした。これちょっと NPC の方がいいな。あれあれ、戦力外か。いやでもこれすごい。わ、何あのレベル1ってやつ。はい、これがあのさっきバーストした時のレベルですね。はいはい、自分で補足した時はレベル1までしか上がらなくて、こう、はい、あのバーを補充していくことでこうバースト状態をキープしていくんですが、はいはい、すげえ。さっきバサラさんにやっていただいたように、はい、仲間からのリンクバーストで与えられるとレベルが2、3と上がっていく。そうするとあの面白い、例えばこう、例えばジャンプも2段ジャンプができる。ステップからのいろんなあの連携が上がったりとかですね、はい、アクションが増えるんですね。はい、アクションが増えるので、とにかくね、捕食してバーストするっていうのがごっついたのが、はい、ああ、倒しちゃったよ。強いな。ちょっとね、強かったですね。チュートリアルの意味も兼ねているので、はいはいはい、まずはあのユーザーさん、とにかくこのストーリーが気になるところどんどん進めてもらってもいいなと思っているので、はいはい、でバトル後もこういった形で、はい、素材を手に入れたぞって言ってますね。そこ隠してもね、手持ちがというわけでね、はい、ゴッドイーターオンライン満喫しましたけども、素晴らしい、はい、頑張りましたね。最後に、はい、富澤さんの方から、はい、お知らせなどあれば。あ、はい、はい、そうですね、まあ、こちらのゴッドイーターオンラインが、はい、現在サービスイン、正式なサービスインに向けて、はい、もう鋭意制作中なんですけれども、はいはい、あの現在ですね、事前登録がスタートしておりまして、なんと15万を、クリアすると、はい、ゴッドイーターのおなじみのですね、チョコレート人気っていうのがありましてですね、はいはいはい、まあ、こちらのチョコレート、はい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 、まあ、はいはい、これは全然関係なくて、一昨日僕子供が生まれたんで、そのプレゼント。何ですか？そんな話ですか？そんな、事前登録もやっておりますし、はい、あとはですね、公式のツイッター、はいはい、公式の LINE、はい、これらも解説しておりますので、はい、そちらもぜひあの最新情報を随時お届けしていますので、はい、ぜひご登録いただければと思います、はいはい、はい、ありがとうございます。そして、今回の動画ではですね、はい、ファミ通アップからプレゼントも用意しております。なんと、ファミ通から発売中の書籍、はい、ゴッドイーター&ゴッドイーター2ビジュアルアートワークスを、はい、富澤さんのサイン付き、おお、サイン3名の方に3名プレゼントすると。これはね、分厚くてこれね、いい本なんですよ。いや、ただこの本にはゴッドイーターオンラインのことはまだ書かれていないのが残念なので、はい、このステッカーをですね、はい、これもべったり貼り付けてオンラインのステッカーを最新バージョン、はい、更新版として勝手にアレンジしてお届けしました。この後富澤さんが発表するキーワードを、はい、必ず記載して応募していただく、はいはい、なっております、はい、じゃあ富澤さん、キーワードの方、キーワードですか、はい、はい、ちょっとね、ドーンとドーンといろいろありましたからね、悩んだんですよ、まあね、新しいことでもない、本当ね、かなり数ヶ月悩んだあげて、数ヶ月悩んだ子供の名前なんですけど、コトちゃん、コトちゃんって名前にさせてもらったので、かわいいですね。でこれを女の子の名前、はい、女の子の名前、かわいい、かわいい。じゃあ皆様、はい、漢字でコトと、はい、さんずいじゃないですよ、はい、後編ですから、後編、まあ、はい、玉のようにね、はい、輝い、あ、もういいですか。はい、はい、ぜひ皆さんどしどしをご、はい、お願いいたします。はい、それではじゃあ、はい、今日は本日はお越しいただきまして、はい、富澤さんありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、そしては皆様見ていただいた方ありがとうございました、はい、では、さようなら、さようなら。